はい、今日は12月2日。今私は八甲田スキー場、八甲田国際スキー場のリフトに乗っております。今日はですね、雪が少ないんですけど臨時営業でリフトを動かしてくれてるんで、これを使って上まで行った後、ダイレクトコース、ハイクアップ、大広間まで上がって落とそうと思います。時間は今もう13時前で、ちょっと今日ですね、理事会、県の理事会があって朝飯でやった後ここに来てるんで、あまり時間がないんです。なので大広間までサクッと上がって1本やって帰ろうと思います。で、夜はムツ山岳会の忘年会があってですね、結構忙しかったりしますはい、なので気持ちよく滑ろうと思います。なんか昨日一昨日富士と翔が来た時は雪悪かったって言うんですけど、今ちょっと板履いてシャッと滑ったらかなり滑る雪ですね。はい、楽しもうと思います。じゃあとりあえずリフトトップまで行って、ちょっと滑ったとこからハイクアップモードにチェンジします。じゃあ本日もスタートです。はい、今リフト降りました。降りたところでハイクモードに切り替えました。じゃあハイク開始します。はい、ダイレクトコースに合流しました。やっぱり昼から来てるんでトレースバッチリ入ってますね。ハイウェイだ、ガンと上がっていこう。あと下りのトレースがないんで、やっぱみんなこの上りトレースで降りてるな。深すぎるんでしょうね。はい、とりあえず大広間まで行きましょう。はい、15分ほど登ってきました。だいぶ下りのトレースが出てきましたね。この辺はもうバンバン行けるな。結構ズタボロだけど、まだまあ選べば楽しいでしょう。よし、登っていきますよ。はい、ここ毎年シーズン始めは宿泊するうねりのあるとこなんですが、今年はこっち巻き道ができてる。これいいですね、こっち使おう。はい、じゃあ進んでいきます。はい、例年この辺はシーズン始めササササするんですけど、今年はやっぱ雪が多い。12月2日でこんな埋まってるなんてないですね。うん、これは上も楽しみです。もう少しかな、お広間まで頑張ろう。はい、ドロップポイント到着です。大広間はその辺ちょっと登ったところですね。今ここにスキー脱ぎ履きできるとこ作りました。バタバタやって、はい、ここで滑走モードにチェンジします。こっから山頂駅まではまだ行っても楽しくないそうなんで、まあ、毎年例年行くんですけど、今日はやめときます、時間もないんで。雪は最高ですね。はい、早く滑りたい。じゃあ滑走モードにチェンジ。よし、じゃあ2324シーズンダイレクトコースの初滑り行こうと思います。スタート。うっ、
入りたかったなぁ。でもまだロープ張ってありましたよね。パッと来たら見るか。買いましたこっち行くよね。残念ながら、やぶかしとる。はい、今大広間からビヤーッと滑って降りてきたところです。駐車場まで滑れますね。はい、上の方はですね、もう深雪でサラサラパウダーでした。気持ちよかった。ただ途中のあの緩斜面のところはトレースに乗っかって降りてこないと失速しちゃいますのでご注意ください。あとまあノンストップで来てスキー場のところですね、あそこちょっとまだヤブになってるんで、あそこも注意した方がいいですね。はい、
今日はこの後忘年会があるんで早めにやめましたが、もう一本行きたいぐらいですね。はい、残念ながらやめときましょう。はい、じゃあ今日はこの辺で終了です。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。